ロシア第一革命、ロシア第一革命、ロシア第一革命とは、1905年に発生した地の日曜日事件を発端とするロシアの革命である。第一次革命とも言い,い、第二次革命、第二革命は2月革命を指す。特定の指導者がいたわけではなく、原因や目的が入り組んだ複数の革命団体によって、反政府運動と暴動が、 ロシア帝国全土に飛び火した。騒乱は全国ゼネスト、戦艦、ポチョムキンの反乱などで最高潮に達したが、憲法制定や武力鎮圧で次第に鎮静化し、ストルイピン首相の1907年6月19日のクーデターで収束した。ロシア帝国では騒乱が日常的なものになっていたとはいえ、1905年以前の数十年間は深刻な騒動は、 ほとんどなかった。しかし、議論を呼んだ1861年のアレクサンドル2世のノード解放以降、政治に対する不満は増大していった。ノード解放は、他年にわたる貴族への賠償金と法律上わずかばかりしか認められない人民の自由により危うく不完全なものであった。人民の権利は、依然として階級ごとに厳格に規定された義務と規則に縛られていた。 濃度解放はロシアが封建的先制政治から資本主義にゆっくりと移行する1860年代に唯一始まった政治、法律、社会、経済の変動である。一連の改革は経済、社会、文化を構造的に解放したとはいえ政治体制に変更は見られなかった。政治改革を試みることは君主制と官僚制度によって厳しく阻害された。 例えば40以下の自治体で行うと合意した、開発さえ制限され、実施されたのは50年も経ってからであった。期待が膨らんでも、実行段階で制約を受け、結局反乱に発展するような不満を生み出して行った。反乱に加わる人々には、土地と自由の要求は、革命でこそ実現するという考えが生まれた。もっぱらインテリゲンツやの活動から生まれた、革命運動は、 ナロード日記と呼ばれた。この運動は個別に行われたものではなかったが、各々の主張により、様々な集団に分かれていった。初期の革命思想には、貴族のアレクサンドル・ゲルツェンによる、濃度解放支援と、ゲルツェンのヨーロッパ社会主義、及び、スラブ的農民共同体に起源がある。ゲルツェンは、ロシア社会は依然として産業化が未発達であるといい、革命が起きてもプロレタリアートがいないため、 革命による変動の基本は、ナロード、薬中、人民とオブスチナ、県中、農共同体であるとする思想に共鳴した。他の思想家は、ロシアの農村は、非常に保守的で、家族や村、共同体を大切にしていると反論した。思想家は、農民は自分たちの土地のことしか考えず、民主主義や西洋の自由主義には深く反対していと、考えたのだった。後に、 ロシアの思想は、1917年の革命で使われる革命の指導的階級という概念に引き寄せられていった。1881年3月1日、旧暦、アレクサンドル2世が反体制テロ組織、土地と自由、ジマリア・アイ・バリアの分派である、人民の意志、ナレトナやバリアの放った爆裂弾で暗殺されると、極端な変革を望まない。 コンスタンチンポベドのステフから深く訓導を受けた大保守主義者のアレクサンドル3世が即位した。アレクサンドル3世の下でロシアの政治警察部門、オフラーナ、またはオフランカは国内の革命運動と初期の民主化運動の両方に抑圧を行った。オフランカは投獄や追放によって革命集団を弾圧した。 革命組織に属する者はしばしば抑圧を逃れて移住したが、その中でも西欧に移住したロシア人思想家は初めてマルクス主義に触れることになった。最初のロシア人マルクス主義団体は1884年に結成されたが、1898年までは小規模な集団であった。1880年代工業化によって当時のロシアの低い技術水準に 大きな近代化が進行した。1892年に大倉大臣に就任し、絶え間ない財政赤字に直面したセルゲービッテは、経済を押し上げ外国の投資を呼び込むことで、再入増を図る。1897年には、ルーブリを金本位制とした。このビッテ体制による改革や、シベリア鉄道建設などで、1890年代には、 さらに経済が急成長した。経済成長は、モスクワ、サンクトペテルブルク、ウクライナ、バクーなどの数地区に集中しており、およそ3分の1は外国からの投資で、外国の投資は活気に溢れていた。1894年に、ニコライ2世が皇帝、ツァーリに即位したが、先帝アレクサンドル3世同様、政治改革を一切認めることはなかった。 日露戦争は、開戦当初は広く支持されたものの、すでに戦争は失敗であり、戦争の目的も不明確なものだという考えが人民に広まっていた。濃度解放による深刻な不公平は再検証され、農民は国中のあらゆる農園を焼き討ちするようになっていた。1890年代の工芸期は、停滞期に入り、 労働者は最悪の状況に不満を口にするようになった。1903年には西部のロシア軍の3分の1が鎮圧活動に従事していた。1905年までには革命集団は1880年代の圧政の打撃から回復していた。1898年にマルクス主義のロシア社会民主労働党が結成され、1903年メンシェビッキと ボリシェビキに分裂した。ブラディミル・ウラノフ、レーニンは何をなすべきかを1902年に出版。社会革命党は1900年にハリコフで創設され、戦闘組織は1905年以降も有名な政治家を多く暗殺した。標的になった人に1902年に暗殺された内務大臣のドミトリー・シッピアーギンと公認のビャチェスラフ・プレーベ、1904年がいる。 こうした暗殺は警察にさらに強権を与えることになった。デオルギー・ガッポン神父が指導したゼネラルストライキの翌日の1905年1月22日、旧暦1月9日、地の日曜日として知られるこの日、サンクトペテルブルクでは参加者11万人の大規模なデコーシーンが行われた。当時、サーリがサンクトペテルブルクを離れていたことから、 その預かり知らぬところで東急に軍隊が配置され、軍隊は各地で非武装のデモ隊に発砲した。死者の数については様々な推計があるが、一般には千人前後が死傷したと見られている。この事件は、ロシアの多くの団体が抵抗運動を始めるきっかけとなったが、それぞれの団体ごとに異なった目的があり、同一の階級間でさえ統一された方向性はなかった。 主な活動団体とその目的は、農民、経済問題、労働者、経済問題と、反工業化、インテリゲンツやと自由主義者、民権、軍隊、差別と、経済問題、小規模な全国組織、政治問題と、文化活動における自由であった。農民の経済は、凄まじい状態だったが、統一した指導者もなく、各運動隊は、それぞれの目標に向かっていた。 騒乱は年間を通じて拡大し、初夏と秋に流盛になり、11月に頂点に達した。小作人は小作料の低減を求め、作男は賃上げを、土地管理人は所有地拡大を求めた。土地の強奪、辞に暴力や焼き打ちを伴うや、略奪、森林での違法な狩猟と伐採などが行われた。サマーラでは農民が自分たちの共和国を作り、 政府軍に鎮圧されるまで違法な伐採と分配を行っていた。行動に現れる憎悪の程度は農民の状態と直接的に関連があり、グロドノ・トカウナス、ミンスク近郊といった幾分状況に恵まれた地域ではほとんど破壊活動がなかった一方、リボニアとクールラントの無産大衆は襲撃と焼き打ちを行った。全体として、 軍隊の投入が必要となった騒乱が3228件、地主は計2900万ルーブリの損害を被った。ロシアの急進的な政党は、こうした農村の騒乱に急速に浸透して行った。5月の全路農民連合につながる農民の活動を組織、調整する協議会結成の動きが起こっていた。この協議会は、地域代表からなり、社会革命党と、 緊密な関係があったが、現実的で守備一貫した要求を打ち出せなかった。1905年の事件後、農村の騒乱事件は1906年に再発し、1908年に収束した。政府が農民側に情報したことによって、農民による土地の再分配を政府が指示したと捉えられ、土地管理人や農民でない地主を追い出す襲撃が起きた。農民は、 全国的な土地裁分配がすぐにでも行われると考え、規定のことのように捉えた。労働者が抵抗運動に参加する主な手段はストライキであった。市の日曜日事件が起きるとすぐにサンクトペテルブルクで大規模なストライキが起き、1月末までに40万人を超える労働者が参加した。このストはすぐにポーランドやフィンランド、 バルト海地域の工業地帯に波及した。リーガでは1月13日、旧暦にでも参加者80人が殺され、数日後、ワルシャワでは100人を超える、スト参加者が路上で射殺された。ストライキは2月までにカフカスに、4月までにウラル地方医炎で起きるようになった。3月、学生がストライキに共鳴したため、高等教育機関はすべて年内に強制的に、 閉鎖されることになった。10月8日、旧暦の鉄道労働者のストライキは、あっという間にサンクトペテルブルクとモスクワのゼネラルストライキに発展した。200を超える工場でストライキを組織する労働者協議会サンクトペテルブルクソビエト、大半が、参加者がメンシェウィッキが短期間ではあるが結成されることになった。10月13日、 旧暦までに200万人を超える労働者がストライキに参加したが、鉄道労働者はほとんどいなかった。警察の統計によると、1901年から1911年にかけて革命運動によって殺されたのは約1万7千人。うち、1905年から1907年の2年間で約9千人となっており、 1905年2月から1906年5月にかけて殺された人数の内訳は以下の通り。社会民主労働党、社会革命党、アナーキストの武装集団と一匹狼のテロリストによる暗殺が行われた。社会革命党の戦闘組織、ボーバイア・をオーガナイザツアヤにより、1905年以降有名な政治家が多く暗殺され、この中に 内務大臣が二人、ドミトリー・シッピャーギン、1902年と公認のベアチェスラフ、プレイベ、1904年にいる。政府の反応は非常に早かった。ツァーリは大きな変革は拒否する考えで、1月18日、旧歴、内務大臣スブヤトポルクイコールミルスキーを解任し、公認にブルイギンを任命した。おじで、モスクワ総督のセルゲイ大公が2月4日、 旧暦に暗殺されると、多少の情報に応じた。2月18日、旧暦、ツァーリは、ブルイギン宣言を発した。この宣言はツァーリを保湿する議会の創設、信教の自由、ポーランド人による、ポーランド語の使用、農民の弁済額の減額を認めるものであった。しかしこれら情報をしても秩序は回復できなかったため、2月6日、旧暦、 ツァーリの指紋に応じるドゥーマの創設に応じたが、ドゥーマの権限があまりに小さいことと、選挙権に制限が加えられていることが明らかになると、騒乱はさらに激化し、10月にはゼネストにまで発展した。10月14日、旧暦、ビッテとアレクセイ・オボレンスキーが10月宣言を執筆し、ツァーリに提出した。宣言は9月のゼムストボが要求した基本的な民権の承認。 政党結成の許可、普通選挙に向けた選挙権の拡大などに沿った内容であった。ツァーリは三日かけて議論したが、虐殺を避けたい。ツァーリの意思と他の手段を講じるには、軍隊が力不足という状況ら、ついに1905年10月30日、旧暦10月17日に宣言に署名した。ツァーリはこれを悔しがり、今度の配信行為は恥ずかしくて、病気になりそうだと言った。 宣言が発布されると、あらゆる主要都市で宣言を支持する自発的なデモが起こった。サンクトペテルブルクなどのストライキは正式に終了するか、急速に消滅した。恩赦も行われた。しかし情報は騒乱に対する残忍な反動を伴っていた。公然と反ユダヤ攻撃を行う保守層の逆襲もあり、オデッサでは1日で約500人が殺された。ザーリ自身は、 革命運動に参加した90%はユダヤ人だと言った。最後の暴動はモスクワで勃発した。ボリシェビキは12月5日から7日、旧暦まで労働者に対する脅迫と暴力でゼネストを強行した。政府は7日に派兵し、市街戦が始まった。1週間後、セミオノフスキー連隊が展開し、デモを粉砕するために大砲を使用し、 労働者が占拠する区域を砲撃した。12月18日、旧暦、約1000人が死亡し、都市が廃墟になって、ボリシェビキは投降した。その後の報復で数知れぬ人々が殴打され、殺された。革命にあたって結成された政党に、リベラルな知識人政党である、立憲民主党、カデット、農民を指導者とする労働団、トルドビキ、自由主義には、 消極的な10月17日同盟、オクテアブリスとい、改革に、好意的な地主連合があった。25歳以上の市民を4階層に分けて選挙権を認める選挙法が1905年12月に公布された。ドゥーマの最初の選挙は1906年3月に実施され、社会主義者と SL、ボリシェビキが棄権した。第一ドゥーマの議席は、 カデットが170、トルドビキが90、無所属の農民代表が100、様々な傾向を持つ民族主義者が63、オクテア・ブリストイが16であった。1906年4月、政府は新しい秩序に制限を加える基本法を交付した。ツアーリは先制君主として行政、外交、教会、軍事を完全に支配するものと確認され、 ドゥーマはツァーリが任命する評議会より会の会議とされた。ドゥーマは法案を承認しなければならず、ツァーリと評議会が法であり、例外として政府はドゥーマで審議させることができ。同月、ロシア財政の立て直しのために約9億ルーブリの借り入れ交渉を終えると、セルゲイ・ビッテは辞任した。ツァーリはビッテに不信感を抱いたようである。 後年、ロシア帝国末期の最も傑出した政治家として知られるビッテの公認となったのは皇帝の腰銀着と言われたイワン・ゴレムイキンである。自由化への要求がさらに高まり、1906年7月、活動家に向けた綱領により、第一ドゥーマはサーリの命令で解散した。カデットが望み、政府が恐れたほどには民衆からの広範な反応はなかった。 しかし、ピョートル・ストルイピン暗殺未遂で、テロリストに対する公開裁判が始まり、8ヶ月以上に、渡って1000人を超える人々が、公主刑となった、公主代は、ストイピンのネクタイと、あだなされた。本質においてロシアは変わらず、権力はツアーリが握り続け、富と土地は、貴族が所有し続けた。ドゥーマの創設と弾圧は、革命団体を崩壊させることに成功した。 指導者は収監されるか亡命し、組織は混乱し、迷走した。これにより起きた分裂は、第一次世界大戦に触発されるまで、個人による過激派活動として続いた。フィンランド対抗国では1905年のゼネラルストライキにより4階級の議会が廃止されることになり、近代的なフィンランド議会が創設され、1899年に始まった。 ロシア化政策が一時停止される子になった。フィンランドでは、前年1904年6月17日に、フィンランド総督、ニコライ・ボブリコフが暗殺されるなど、民族主義が高まっており、帝政への反発が広がっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。